どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは。ナッツです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。年明けの年始動画の方も公開しておりますので、もしよろしければそちらもご視聴いただけると嬉しいです。そちらの動画では2020年の個人的おすすめゲームなどもご紹介しておりますので、もしよろしければお時間ある時にでも見てみてください。 はい。それでは本日はボーダーランズ3の動画になるんですけども、今日は新レジェンダリーサブマシンガンエンバーズパージの使用感や性能、入手方法などを簡単にご紹介させていただきます。こちらは DLC 第1弾の新武器ですね。属性なんですけども、ファイヤー属性限定の武器となっております。実際に使ってみた印象なんですけども、 使う場面というのは若干限られてしまう武器ではあるかなと思うんですけども非常にポテンシャルの高い強力な武器だと思います。こちらエンバーズパージュはカットマンなどと同様で発射前に短いチャージ時間を必要とします。短いチャージ時間を必要としてリロード速度はやや遅めではあるんですけども発射速度に優れていてさらにマガジンサイズも比較的大きめなサブマシンガンとなっております。 ですので射撃前やリロード時に若干隙が生じてしまいがちなサブマシンガンではあるんですけども1回撃ち始めるとなかなか強力な武器になっているかと思いますそしてこちらの武器の最大の特徴にあたるかなと思うんですけども弾がヒットしした敵の足元にマグマグを生成しますそしてその足元のマグマの上にいる敵に対して継続的にダメージを与え続けます これ結構強力ですよね。ただ、マグマの発生条件というのがちょっと使ってみたんですけども、よくわからなくて、クリティカルヒットを発生させると必ず発生するものというわけでもなさそうですし、クールダウンみたいなものがあるんですかね。ですので、発生条件の方は詳しくはわからなかったんですけども、それでも結構頻繁にマグマが発生してくれますので、なかなかに強力な武器だと思います。 先ほど使える場面がやや限られてしまうというようなお話をさせていただいたかと思うんですけども一体どういうことなのかというところなんですがまず空中にいる敵にはこの武器の持っているポテンシャルというのはあまり生かせないかと思います空中の敵にはマグマ効かないですからねそしてこちらの武器は属性のダメージなども含めてマグマなどから与えられる継続的なダメージが非常に強力な武器ではあるんですけども 武器自体の素の火力というものが特別高いわけではありませんので、アーマーやシールドと生身というような敵のご利用しみたいなことはなかなか難しいかと思います。ですので基本的には赤ゲージオンリーの敵に対して非常に有効的なのかと思います。武器によっては素の火力が非常に高めだったりとかしますと、 ファイヤー属性などの武器でもシールドやアーマーごと削ってその後に生身も同じ武器のまま削りきるということも可能かなと思うんですけどもこちらのエンバーズパージでは素の火力がそこまで高い武器ではありませんのでシールドやアーマーを削るのに少し時間がかかってしまうかなというところでそういったタイプの敵と戦う際には武器を切り替えて扱うか素直に別の武器を扱っていく方が 比較的敵を結構倒しやすいのかと思いますただ逆に生身の敵と戦う際には非常に強力なトップクラスの性能をしているかと思います結構強いんですよね生身の敵に有効な属性で言うとファイヤー属性になりますのでその有効なファイヤー属性でダメージを与えつつマグマを生成してそちらからもダメージが入りますので非常に安定して効果力が出しやすいかと思います ですのでシールドやアーマーがついている敵またはえ空中の敵には今一つかなと思う部分もあるんですが陸にいる生身の敵には非常に有効な効果的な武器になっていると思いますので本領を発揮できる場面というのはやや限られてしまうかなという部分はあるんですけども非常に強力な武器になっているかと思います。それとあとちょっと使っていて思った部分なんですけども結構弾がばらける武器ではあると思いますので。 少し距離が空いた敵を狙うのはやや苦手な武器かもしれないですねそれではこちらの武器の入手方法を簡単にご紹介させていただきますこちらの武器はドロップではありません DLC 第1弾のクルーチャレンジレジスタンスからの贈り物の完了報酬で入手することができますレジスタンスからの贈り物に関しましては合計で5箇所クルーチャレンジが存在しておりますので 後ほどマップを開きながらそちらの5箇所をご紹介させていただきます。はいそれではこちらエンバーズパージュの細かい性能の方を簡単にご紹介させていただきます。まずその前にこちらが、えー、見た目になっております。結構かっこいい見た目をしてるんですけどもちょっと色合いとかがどこかちょっと可愛さを感じますね。それでは自分の持っているエンバーズパージュの細かい性能をご紹介させていただきます。 まず、属性ダメージとして毎秒815ダメージそしてダメージ382精度83%操作性74%リロード時間3秒となっておりますさらに武器のチャージ速度プラス20%武器のズーム機能2.2倍そしてデジクローンと場所を入れ替わるとしばらくの間武器ダメージが130%増加するといったものがついております。 そしてこちらの武器の入手方法としましてはドロップではなくクルーチャレンジレジスタンスからの贈り物で入手することができるんですけどもその全5箇所をご紹介させていただきますまず1箇所目になるんですけどもハンサムジャックポットスペンドプティコンになりますまず1箇所目なんですけどもこちらになります、えー、一番真ん中のところのここですねここが1箇所目になります 続きまして3か所目なんですけどもハンサムジャックポットインパウンドデラックスという場所になるんですがこちらになりますこちらが3か所目になります続きまして4か所目になるんですけども場所はハンサムジャックポットジャックの秘密という場所なんですがこちらが4か所目になります 続きまして5箇所目ハンサムジャックポット VIP タワーになるんですけどもこちらですねこちらが5箇所目になりますはいということでこちらの武器は本領を発揮できる場面というのは若干限られてしまうような武器にはなるんですけども非常に強力な武器になっているかと思いますので是非入手してみてはいかがでしょうかということで本日の動画いかがでしたでしょうかもしよろしければチャンネル登録高評価是非よろしくお願いいたします それではまた、バイバーイ。